皆さんこんばんは、岡です。今日もね、ついさっき帰宅しました。さっきのね、トーク動画で、まあ、いろいろ、ちょっとゲームをいただきましたが、まあ、大した内容じゃなかったのでね、ここではちょっと、語らないけど、まあ、気になった人もいるということでね、続きをね、時間があれば、撮ろうと思います。まあ、最近ちょっとね、多忙というかね、俺の多忙がね、どの程度なのか多分みんな、あんまりよくわかってないと思うんだけど、よくさ、一般的に言うさ、 忙しくて時間がないっていうのがあるじゃん。とはちょっとね、次元が違うというか。あの、休む時間はあるのよ。で、休憩時間もあるのよ。移動時間もあるのよ。なんか割と時間はあるの。ただ、んー、なんて言うんだろうな。んー、まあ難しいな、これは。多分俺と同じ多忙を体験したことがない人には、多分伝わらないと思う。時間があるように見えてない多忙って言えばいいのかな。 なんだろううん。追い詰められている多忙ではないんだよな。割と楽しい多忙。うん、ハードスケジュール。ハードスケジュールでもないのかな。<laughs> うん。まあ、ちょっと、いろいろ大変なんだなって思ってくれればいいです。まあ、そんな感じです。それでは、今日もありがとう。私ともよろしく。